さあ、いますかね、キツネちゃん。ゆっくり行こうね。本当にお動物様は引き殺したくないんで。そうだね。やば、すげえ真っ暗。怖っ。どの峠よりもなんか一番怖いんだけど。いや、怖いよ、薄いわ。本当に。今までいろんな峠行ったけど、怖いな。やっぱあれで山が深いからでしょ、標高も高いし。うん、道が見えねえし、大地。ナビを見ながら行かないと無理。ちょっとこれ左あの律儀走行無理、これ怖くてね。ガタンティス。いるかな。なるべくゆっくり行くけど、いたらごめん。速度でも走れない。40度超えんの、あ、40度超えんの。これでこのカーブ、その法定速度で走ったら。特に真っ暗ですから、うん。しかも結構ガチで動物出てくるような道なのに。うん、でも車とか一切来てないんですよ。今んとこいない。いやもう行かせる。無理だもん。いや行かせるのは別にどう。でも行かせるルートどこにあるか分かんないから。分かんない。暗いから分かんない。こことかね。こういうとこあったら。で、カーブか。あれ言われんだろ。ツイッターで書かれんだろ。カーブで道譲るの雑魚って。あれ、あ、見たわ、それ。うん。なんか流れてきた。あれ、ひどいよね。いや、で、おめえが下手くそなんじゃねえの。誰が叩いてたんだよ。いや、お前行かせてるやつに感謝しろよって書いてあったら。やっぱクソ雑魚の言う車種、あ、クソ雑魚が車種、乗ってる。車種はダサいですねみたいなことが言ってた。羨ましいんだな、その車乗りたかったんだな、そいつな。そしたら友達がそれ見て、あ、やっぱ話も通じない人は何言ってもいい、ダメねって書いてあった。あれね、お酒送ってくれた友達に。ああ。って書いてあった。いや、羨ましい、多分自分が乗りたかった車なんじゃないの。しょ。っていうかさ、そいつもそいつなんで車種までそいつ調べてんの。そっと頭きたんだろう。だからあえてなんか正規感醸し出してさ、その何ママチャリのさ、チャリンチャリ鳴らしておじいちゃんに怒られたやつとかもそうなんだけどさ、大体のって正規感醸し出してさ、すげえ俺絶対悪くねえみたいな感じで怒るじゃん。まあ、俺もちやってるのあるんだけど、あれ怖いよね。あれが行き過ぎるとああいう風にやってさ、いやいや明らかあなた悪いでしょっていうのもさ、居直ってくるじゃん。あれ良くないよ。いいじゃん。あれな、カゴ押さえつけてないんで何も触ってなければよかったけどね。ちょっとね、あえて触っちゃうと逆に危ないもんね。いやでもあれはね、どっこら触りたくもなると思うよ。うるせえもん。一回生まれたことあるけど、まあ、一番の被害者は子供なんだけどね。すげえ睨まれたけど、いやお前さ、チャリンチャリンじゃねえよ。俺もうあえてど真ん中走っちゃったもん。歩いちゃってたもん。うるせえわ、チャリン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 。すげえ睨んできやがって。何とかさ、なんか慌ててすげえ速度で走って帰ってたけどね。絶対睨むんじゃねえよと思って。チャリチャリうるせえんだよと思って。チャリチャリ頭おかしんちゃうよ。ああいうやつが車乗らしてやべえじゃん。プッ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 プ鳴らすんです。おならみたいな。いやおならだったらまだいいよ。あのクラクションってもう不快な音でできてるから、これ、うん、本当にあれおー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 ダメなんだよ、騒音妨害で捕まっちゃうんだよ。うるせえ、走ってくる人いるぞなったからちょっとびっくりした。俺も全然ライト見えなかったもんね。カーブで死角だから。まあでもよかったよかった。お互いゆっくりで、これでイニシャル D みたいな速度で走ったらもう俺は無理だって。うわーってなってまだ道なりも長いんだよこの道がたな。楽しい。さっき一瞬寝落ちしてた。寝てたろうね。ずっと寝てた。見たもんそれ。疲れてる。おめえの分の今度手羽買ってきたら食ってやる。手羽食いて。息はあんまり広いし。
俺すげえ不機嫌だったね。ボロクソになんかブチ切れてるし、うぜえと思って、あの時にやっぱ離婚しようって思ってね。え、まあそう思われてもしょうがないね、うん、でもこういう風にやってね、寝ると、いやもうリーチかかってるわ、神様周知になってるから、いつでも離婚していいって言ってる。まあもう大丈夫だから。いや別に離婚したって一緒にいるよ、いいだけじゃんただいつでも離れることが可能なだっただけであって、もういい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 、気をつけましょう、早く寝よう。昨日ねちょっとね届いたのがね、あれだったと思うのとかね、動作チェックですげえイライラしてた。あ、やっと動いた。裸で新宿の巨人みたいな格好してたのにイライラしたぞ。掃除してんだよその辺、いい加減。おめえ掃除って、掃除じゃねえんだよおめえの場合はよ、ゴミを隅っこに置いてるだけなんだよ。そうだよ、ゴミじゃねえけど、ゴミだよ、使うみたいな。あーにしても腹減ったな。そんなことよりもやべえな、失恋に合わねえな、いなくなっちゃった。もうみんなご飯だよご飯。いや、ご飯だこーん。一匹いれば。ねえ、一匹もいないね。さっき対抗者来ちゃったかな。キツネパーク前あった、あれすげえ、おー、キツネちゃん、あ、あなんか食べてる、キツネないから、僕しようか。一応さ、おいしい大丈夫かな、ちょっと、うん、ちょっと後ろに車いないんで、まあ一応ハザード焚いた方がいいな。まあ大丈夫、あ、でもわかんないけど、いきなり来るかもさ。何食ってたの、なんか申し訳ないけど、パンに見えたんだけど、リンゴに見えてよ、俺誰かあげた、あ、ブレブレ、さっきのキツネが出てきた、お、嘘、ブレ、あ、全然見なかった、そんなショートカット、あ、全然見なかったんだけど、引くかと思った。え、どこにいた、え、横から出てきた、あ、全然見なかった俺、やべやべや、ブレ、え、暗いからだよ、あんたそれやべえ、マジで俺やべえ、そんなショートカット、結局こっち出てくると思わなかった今、全然見なかった。あのキツネはさっきあのお兄さんが写真撮ってた子なのかな、そっくりだね、あ、やぶね、そっくりっていうか、みんなあれ、あの、あの子しかいない、あれ、なんかいる、びっくりした、いや、そういうショートカットしてくると思わなかった、びっくり、ここで来ないで、ね、びっくりした、こういうね、端の方にいたりするんですよ、こーんって、いないね、今日一匹だけか、うん、名前すごかったよね、じゃあ、キツネパークだった、どこに来ちゃったんだろうって思ったもん、うん、夢かなって思うぐらいすごかったよね、すごかった、しかもみんな何がすごいって、逃げねえっていう、うん、クラクション鳴らしたら逃げるだろうけど、うん、いる、いない、そんなに、あの一匹だけかな、やべえ、マジで全然気づかなかった、いや引かなくてよかった、引きそうだった、お互いギリギリスピードがいい感じだったから、あぶねー、キツネもビクってしてたごめんね、キツネちゃん、俺もびっくりした、全然キツネ、真正面だったら、その通過しようとした瞬間に横からポンって出てきたから、まあギリギリいないかな、もう一周するってぐらい見たくなるよね、いやもうそんな気に気に気に、いや疲れるもん、ここの峠マジで、広いからいいよここ。おめえそういう風に言うけどな、うん、結構これつれえぞこの道はよ。おう。頑張れ。読めねえもん。つばきライン以上に読めねえもん。何ここに結構キツネがガチ生息してるからさ。もういねえかな、多分あそこだけかな。ってなるとやっぱあれさっきお兄さんが撮ってたキツネかなってなる。うん、なんか人懐っこいね。あ、いた、そこにもいた、そこにいる、あ、全然おんない、ここ入れんじゃん、これ入ってる、入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 る、え、武蔵さん、ワンちゃん、これ入れんの、入れんじゃねえかやっちまったよ、中いたんだけどな、その中に、まあいいや、行きますよこれ無理で、入れるか、まあ、全然わかんなかった、中いた、よ、4本足が見たから、まあ、キスでしょ、あれ多分足だけだった、なんか奥の方にバリケードあったんだ、もうちょっと手前に来れよ遭遇するな、いるな、会えるぞ、まだきっと、まあ言えばいいけど、あれいな、あ、いや、ちょっとガードレールだった
ちょっともう幻覚見えるようになっちゃった。なんかもうすげえ堂々と出るじゃんとかある。あれだよね、なんかいろんなものが鹿に見えるあの現象だよね。うん、聞きたくねえな。いや怖いな、冗談。キツネか。あんなに、いやまあ足速いよね、それは。いねえかな、まあ、一番怖いのは横からプーってくるやつ。いや、さっきまさにそれ状態だったよ。全然わかんなかった。だけど、ほぼ同タイミングぐらいだったから、うまくなんとか通過できて、キツネも多分あれ止まったんだと思う、一瞬。優秀なキツネだ。頭いいな。猫はあのまま突っ込んできちゃうけど、うんうん、だから引かなかったんだなって思って。可愛かった。びっくりした。やべえと思って、あのさっきのキツネ横から出てきたと思って。多分リンゴだと思うんだよね、カジってな。パンに見えるけど。まあ、まあいいや。いねえかな。俺ごめん、道路の方しか見てないんで。いや、それがいいよ。横の方は全然見れないけど、いたら、いた。あとね、あの喫煙所の君の車のレッグ動画、私ケツしか映ってないんだよ。映ってるかな。ケツしか映ってない。ケツと横のあの茂みに入っていく瞬間だった。本当はね、iPhone X で撮る予定だった。あ、いたー。キツネちゃん、どうしたどうした。ご飯、あ、ちょっと待ってて、ね、ちょっと待っててね。いやいや、ちょっと待っててねじゃないよ。ちょっと移動しなさいよ。とちょっと待っててね、待っててねじゃないんだよ。ちょっと移動して。はい、じゃあ行きます。行くよ、いいね。ちょっと待って、ゆっくり行く。ちょっと待って、んもういい、取れなくなっちゃった。よしよし、ほらね、また会えたでしょ、うん、でもやっぱ警戒心ないよ、あれ。前も思ったけど、ここのむしろ明るくなって探しやすくなったぐらいあったし。結構いますな。なんなら車の近く寄ってきたしな、あれ。ちょっとこれ真ん中走っとこう。ちょっとまた良くないんだけど、まあ、怖いもんだって。まあ対向車さえ気をつければ。うん、怖いもんだって。いきなりいるな、うん、どうする。寄りでなんか食べてくる。突然の寄り。やってねえんだもん。寄りやってっか、この時間も。まあ、別にコンビニでラーメンでもいいんだけどね。そうそうそう、それ。そしたらトマチにしようかな。それにしようか。それと担々麺にしようか。それとなんかおにぎり1個食べたいの。俺あれ食おうかなと思ってる。コンビニ。来てるの。うん、なんか来た。あの、一平ちゃん食べようかなと思ってる。キツネいるから気をつけてねって教えたい。うん。頼むよ。みんなキツネ引かないで。俺たちも引かないように気をつけるから。引きそうだったけどね。全然わかんなかった。あの横のはでもあの子賢かった、うん、あれ止まっ一瞬動き止まったからっとビクッてしてた。おもビクッとした。ごめんね、脅かしちゃって。後続車いたら後続車もビクッとさせるとこだった。いや、多分いないよ、ここはもう後続車、まあ、こんな道とんないよ。めったにない。もうインパクトブルーズ系。おー、あ、違った。え、何だった今。え、これ違うの今。あ、違った。あ、そうだった今の。え、なんか私も見えたけど、歩いてるのが横でしょ？左の方、うん。いや、二人で同じもん見たってことはそうじゃないの？あ、まあいいや。木の枝かな？一瞬過ぎて分かんなかった。木の枝かなと思って。まあいいや。わあ、嬉しいな、キツネ。うん。さっきのはいい感じに止まんなかったんで。あ、来た、また来る。よいしょ。ライト落とした。キツネパークだね。いいね、ここ。ここは割合。群馬はいるんだな、やっぱり。何が？キツネちゃんが。うん。もう一台来た。あ、違った。これ、このライトだった。これが当たっただけだった。キツネちゃん。でもね、キツネは触っちゃ NG だからね。病原菌もあるから。外人すげえ触ってたけど。まあ、その後に他のものさ、ないんで、そこを石鹸でしっかり手を洗った後、アルコール消毒とかすれば大丈夫だと思うけど。キツネってすげえ、ギャーギャーってじゃん。可愛いよね、うん、思った以上にコンコンってなくてギャーッ。キツネが危ないっていうか、基本的に野生動物は触っちゃダメだよ。いろんな菌もあるし。あとヤギとかもヤバいんでしょ。だって言うてんにさ、人間とかさ、その飼ってる動物と違ってさ、あれがないじゃん、ワクチンしてるわけじゃないから。うん、そう思うと本当にワクチン接種の重要さをね、痛感するよね。特に飼い犬、飼い猫の。まあね、ちょって思いません？けど、いる？いないね。何どうしたの？幻覚見えてない。いやいや、急にふわっと出てきそうだからさ。キツネにつままれた感じやね。
なんかいいことありそう。いや、あれ冬のあれが一番すごかったな。めちゃくちゃいたもんね。あ、いそう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 。スピードさんとか。これどんぐらいあったっけ？結構あるね。あれと多分見間違えたと思うんだよ、俺さっきの。いやでも足もなんか動いてるように見えたけど、ふわっとしたものが。わざとよな、まあいいや。そういう意味間違えないと思うんだけど。まあいいや。まあいいや。お腹が空いたっちゃう。でも埼玉にもあったもんね。いたもんね、キツネちゃん。一体だけね。だから埼玉もいるんだってちょっと感激したけど。いや、めったにないよね。でも埼玉もあれか、あれ群馬と隣って、あれ違ったっけ、どこ、え、埼玉の隣、群馬だもんね。うん、あ、まあ、土田がね、あそこ全然違うとこだけど。でも、あそこだったからいたんでしょうね。うん、いやいや、県境みたいな距離。うわ、怖え、ここメガネ橋まだあったよね。メガネ橋まで遠く感じるよ。いや、遠いよ、相当。実際めっちゃ遠いよ、これ。じゃあ今はさ、神経すり減らして狐見てっからさ。そういうことで、キツネばっか気にしてて他の動物もゼロじゃないからさ。前猿もいたもん。いたね。猫もいたよ。猫いたっけ。タヌキじゃなかったっけ。あ、タヌキもいた。キツネ、タヌキ。あー、腹減った。キツネ一番嬉しいな、うん、しかもやっぱ夏毛だったから尻尾とかふわふわじゃん。なんかちっこっそって感じだったよね。うん、しっかり夏毛なんだ。あれあれ食う、一平ちゃん食う、あ、ペヤング、うん、食う。なんか普通のサイズでなんかおにぎりも一個食いたい。なんかペヤング、あ、違う違う、おにぎり、あ、ラーメン、うん、俺はペヤングしよう。なんか米食いてぇな。俺すんげえペヤングの大盛りが食いてぇ。食えない、うん、もう一口くれ。いいよ、全然。むしろ食べてほしい。多分食えないと思うけど大盛り、あの腹いっぱいの、なん、わかるかな。どうする、味噌菌売ってたら超笑うんだけど。顔ここみたいな。なんかゼロではないよな。意外と変なとこに売ってたら。ないだろ、売り切れてるぞ。キツネちゃんいないかな。いやでもゼロじゃねえな。ここまでなんか言ってそう、味噌菌。ちょっとキツネすげえ冷静だったね。ありがとうとか全警戒しねえんだけど。うん、大体だって車のライトでみんなびっくりして逃げてくる。大体は。大体は。あ、でも鹿は結構至近、あの距離取ってガン見してくるな、あいつ。うん、一応なんか危害加えられるか、まあ、大きい野獣みたいに見えるんでしょうね、クマじゃないけど。うん、いるかな、いないかな。分かんない。この左カーブがちょっと。今左側がこういうさ、うん、固められてから果たしているかなっていう。あ、固められてる。こう土砂崩れしないように今を。あ、こういう感じだったらワンチャンいるかもしれないけど、両サイドは。あ、今日の一番の戦利品ではある意味。よかったね。どうしよう、なんかここ長尾峠に見えてきちゃった。だんだん長尾の方がいいよ、まだ。でも似てるじゃん。長いんだよ、これ。ある意味、峠みんな一緒だよな。長尾より長いよ、これ。長長尾じゃん、これ。長長尾、来たかな。あ、もうそうそう、メガネパッピーで来た。来た。よいしょ。メガネ橋はもう一回行けばいいかなって感じ。ハイキングコースちょっと行ってみたさ。あ、それはあるね。でもあんまり歩いてる人いなさそうだから、クマに会いそうで怖いけど。大丈夫でしょ。いや、ここだいぶ深いよ、山。まあね。いないか。しかしタイヤゴミひでえな。そう、だいぶ幻覚見えてるじゃん。腹減ってん。あ、いた。そう、
ぱいいる。そんなにいた？ちょっとバックできるのかな。なんかそこにいっぱいいたよ今。2匹ぐらい。あ、中入っちゃったから。じゃあ行っちゃうよ。残念。全然わかんない。今2匹姿見えた。全然わかんなかった。こんな人は全然車来ないからやれるゲートでさっきから。まあね。事故るわって。夏休みシーズンなのに。いや、嘘言っていいな。そこに止めたいし。でもいいや。そっか、そこに止めて見に行ったらいるのかもしれん。でもいいや。いいのかね。いや、もういい、帰る帰る。さすがにそこまではいい。もうここは、いやでもわかんねえな、いる可能性高いな、ここ。どうだろう。いや、そこにだってさっき2匹いたから。腹減ったよ、消えた。そのことあのパラダイスは相当レアだったんだよ。あんだけキツネが道路にボンボン入れてもね、よっぽど本当に人通ってなかったんだよ、あれ車が。超腹減った。夜のメガネ橋、ほんと怖っ。多分この辺はいないと思うよ、マジで。じゃあ、荻野屋の前まで撮るか、これ。うん。30分ぐらい近く、30分近い動画になる。楽しい。なんかいない感じがするから。そうかな、私、いる気がする。いるけど、もう視界に入ってこない可能性は。いや、あそこで、あそこの駐車場近くにだからまだ生息地としてこの辺可能性高い。よく見えたね、全然。うん。いや、足悪いです。まあ、キツネじゃなくてハクビシンとかタヌキのとかアナグマの可能性もあるけど。いや、でもあれ足長かったらこれやっぱキツネだよ。キツネ超可愛い。あー、でも美味しいね。めっちゃ近くに来たな。それとも小狐とかだったのかな。小狐、ね、コンコンコン。まあ、まだ独り立ちして間もないとかだとさ、警戒心って結構薄いじゃないですか。山の中、山の中。ワン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 。楽しいね。よかったね、なんだかんだで群馬来て。そうでもない。いや、いいんだけど。霧がすげえなぁと思って。霧？霧かなこれ。霧ってるようには見えねえけど。気のせいか。気のせいか。ガラスが曇ってるな。うん。外が寒々だからじゃない。帰ろ。ないか、さすがにここじゃ。そんなにマジでめったに車通ってないからすげえ。
あんだけ太陽光あるからね。うん、うん、あそこは一応上着空いてんじゃないの、うん、知らんけど、うん、これ18号か。そう、18号撮ってていいの分かったからいいよ。いやでもちょっとようやく、あら後ろから車来た。
あ、じゃあカバーついてる。カバーしてる。いや、キッパじゃん、やっぱ。おー、怖っ。マジかよ。というわけで、まあ、防犯カメラ設置してるんだろう